5回の裏ベイスターズは筒香、ロペス倒れて2アウトランナーがありません。今日先発しましたガルシアが3回でマウンドを降りて、モリアがこの4回5回を任されています。ここもセンターに持っていきました。やや左肘のその張りもあるんだということで、外もオープン戦欠場する場面もありましたが、ここはセンターに持っていきました。まあ、今のインコースのボールを、ね、センターに打てるんですから、はい、そうですね、うん、やっぱり率残るバッターですよね、うん、はい、当初の構想ですとこの2番に相当期待というラミレス監督の思いもあります。今日は6番に入っていますが、あれが外からか、外側からバットがね、はい、出るバッターだったら絶対行かないんですよ、そこで。やっぱり内側から出てるんでね、その証明ですよね、はい、途中から守備位置につきましたこの柴田です。ダイソーとして登場して今はセカンドに入っています。結局柴田は内野ゴロに倒れまして3アウトになりました。5回終了6対2、ベイスターズが4点もリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。今日タイガース先発はガルシア。ワンアウトランナー一塁二塁で4番の筒香を迎えます。まず第一打席はストレートのフォアボールで筒香が歩きました。ワンアウトランナー満塁からロペスが三振、さらに外もセンターフライでベスターズワンアウトランナー満塁というチャンスを生かすことはできませんでした。1回の裏、2回の表、このバリオスの3つのフォアボールから満塁というチャンスを作ったタイガース。この梅野の内野ゴロちょっと握り直したんですね、そうですね、宮崎が、5-4-3と渡ったところ、偵察崩れの間に1点を奪いましたタイガース。ただ3回の裏、桑原のライトへのホームラン、外側のボールを逆らわずにうまく持っていきました。ボールに当たる桑原のホームランで同点に追いつきます。さらに4回の表、バッティングでアピールをしていればキャッチャー20歳の山本です。この右方向への意識ですね、うん、そうですね、本当にコンパクトに打ってますね、1打席2打席ね、はい、ラミレス監督から秋から春に向かって成長を遂げていると話しているその山本、さらには山本のタイムリーで3対1。そしてとどめはこの楠本のライトへのスリーランホームランでした。ライトスタンド上段に持っていきました。その楠本のスリーランもあって4回は一挙5点を奪いました。5回終了6対2というそのスコアになっています。佐々木一弘さんの解説でお伝えをしているオープン戦です。佐藤さん、はい、阪神の先発ガルシアですが、もともとガルシアが5イニング行く予定でしたが3イニングになりました。あの2回大和への4球目、右足を意識していたあのシーンですけれども、右足の付け根に変な感覚があったんだということで、今後おそらく問題にはならないと思うけど念のため早めに降板することにしたと、はい、ただその中で1回の満塁になったピンチで外を抑えたあのセンターフライに抑えたあのシーン、実は去年ですね10打数7安打4ホーマーと外にものすごく打たれていたと、その中でシンカーを低めに投げて抑えることができた、あそこは収穫でしたと、そういう話をしていました。なるほど。阪神タイガースガルシアの談話熊崎アナウンサーに伝えてもらいました。
確かに昨シーズンはガルシアとソトが10打数の7安打4つのホームランがあったという成績でした。さてベイスターズは2人目三上がマウンドに上がっています。今日ベンチ入りのピッチャーを見ていても本当に実戦モードなんですね、ベイスターズは。そうですね、リリーフピッチャーで2回、はい、1回ぐらい掘ればいいんじゃないでしょうかね。はい、それは本人の希望ももちろんあるし、あと2回ぐらい投げておきたいという部分もそうでしょうね、本人が相談して決めると思うんですよね。はい、例えば開幕のピッチャー決まってますからね、はい、ベンチでね。はい、佐々木さんの場合はやはり連投を試しておきたいとかそういうこともありましたか。ないです。もう佐々木さん、はい、そういうのはなかったですね。はい、最後の1週間というのは佐々木さんはどういう調整で、残り10日でしたけれども、もう大体あとここでポンプなんか1日とかで掘って終わるって感じですかね。はい、そうですか。はい、今年もこの三上、三島、パットン、まあ、もちろん山崎康明は最後に行きますが、まあ、昨シーズンもこれだけの試合数投げてますからね。ちょっとね、多すぎるんで、三浦コーチとかもね、話したんですが、はい、やっぱり先発のね、先発がもう少し、イニングを掘ってほしいっていうかね、そういうことを話してましたんでね。さて、阪神タイガースは6回の表、4番の大山から。これがオープン戦は4試合目のマウンドです。6回の表タイガースの攻撃です。4番の大山を迎えています。大山、福留、そしてナバーロとバッターボックスに向かっていきます。タイガースはオープン戦の初めからなかなか勝つことできませんでね、佐々木さん。うん、まあでもオープン戦ですからね、うん、ここから最後仕上げですから、ここからね、ここで連敗ずっとして始まるのと、はい、と不安ですけど、はい、最初のうちは、ね、いいんですよね。なるほど、はい、オープン戦の最初の7試合で勝つことができずに、初勝利が3月12日でした。ここは先頭の大山を歩かせたという形になりました三上です。先頭バッターをフォアボールで歩かせました三上です。そして5番のベテランの福留を迎えます。147キロボールという判定です。非常にいいボールに見えましたが、ワンボールナッシング。ボール2です。ピッチャー目線でいうとやはり初球なんかを取ってほしいというね。まあそうですよね、あのボールは一緒にいいボールでしたからね、はい、小さな変化、2ボール1ストライクです。4月で42歳というそのシーズンを迎えます。
ただその年齢も感じさせないという福留のこの技術と、そして5番バッターとして阪神タイガースを支えるこの精神力。お、三上はこの福留に対しても3ボール2ストライクになりました。通算の成績でも通算でも2割9分3厘というその打率を残しています福留。ランナースタート。いいボールでしたけどね。フォアボールでノーアウトランナーは二塁一塁になります。福留はここで交代ということになります。伊藤が起用されています。山本はその肩という部分もね評価されてということですが、今日先発マスクをかぶっている山本です。ノーアウトランナー二塁一塁です。さて佐々木さん、この連続フォアボールはどう見てますか。うん、ちょっとね、やっぱりリリーフピッチャーですから、いきなり出てきて良いのでファーボールはダメですね。昨年も65試合に登板という三上です。4点差がありますが、この変わった三上が6回フォアボールを2つ与えてノーアウトランナー2塁1塁です。そしてナバーロを迎えています。ナバーロは2年目、矢野監督も内野も外野も守れるんで非常にいてくれると助かる存在なんだということもナバーロに対しては話しています。さて三上苦しんで、このノーアウトランナー二塁一塁、いやいや真ん中に入ってきた柴田掴んだ、そして二塁へ、二塁はアウトになりました。柴田好プレー、ワンアウトランナー三塁一塁になります。抜けようかというあたり柴田掴んで、そして二塁へ送球しています。このボールやや真ん中に入ってきました ね、抜けようかというあたり柴田、ここはよく取ってまず一つワンアウトを取りました。柴田がまず守備で見せたという形になります。ワンアウトランナー三塁一塁、ファーストランナーは中谷に変わっています。ですから三上はやはりそのいや制球という部分ですか。そうですよね、細かいコントロールですかね。まあ、いいところに行ってるボールもあるんですけど、ボール取られてる部分もあるんですよね。はいはい、ナバーロに対してもやや甘くなったボールがありました。ワンアウトランナーは三塁一塁、ファンが見つめる前でというこのバッターボックスの上本です。まあ、三上はこのオフシーズンも海外での修行を積んで実戦を積みながらというこのオフシーズンでした。その経験を持って挑むという2019年です。ここも逆球になって上本の当たりはファール。
ガースは大量得点のチャンスを迎えています。上本、そして梅野、そしてラストバッターの木浪と続くというこの打順です。6回の表、阪神タイガースの攻撃。このもやや抜けました。ツーボールツーストライク。見つめるラミレス監督、三浦大輔ピッチングコーチ。サインがようやく決まって、真ん中に入ってきましたが、ショートゴロ、ショート山田弾いている、二塁はアウトになりましたが、三塁ランナーホームイン、6対3です。ショートゴロ、山田が弾いてから、そして二塁に送りました。このシーンです。バックハンド、まあ、ちょっと思ったより跳ねたんでしょうかね。そういうことですかね。こんな感じでしたね。まあ、一塁に送ってもまあ難しいかなというタイミングではありましたが、あ、ロペスが倒れ込む。今どういう状況になりましたかね。ボールが当たったんですかね、うん、多分ね。三上の牽制球、ああそうです、ボールですね。平日のデーゲームでこれだけのお客さんが詰めかけたという横浜スタジアムです。まず阪神タイガースが1点を返しました。バッターボックスに梅野です。ランナースタート、盗塁成功、ツーアウトランナーは2塁。から山本、非常に肩がいいというこの山本ですが、上本盗塁成功でツーアウトランナー二塁です。なんか今年の記録を見ると、はい、タイガースは走るぞというのが、ね、見られますよね。そうですよね、はい、取り立ても行きましたからね、まあ、初回の牽制ダウトになりましたけどね、はい、やっぱりその盗塁というか足を使う野球というのは、うん、ある注意した方がいいですね。ベースターズ今年のタイガースというのは、ね、そういう傾向にあるぞということでしょうね。特に矢野監督がその二軍監督時代にこう超積極野球という、はい、ことを掲げてやってきましたから、もう非常にこの足を使った攻撃も多くなりそうです。ですから昨年までと少しまた印象が、あ、全然違うと思うんですね。変わりますね、うん、やっぱりあの、まあ、金本と監督と矢野監督とは全然タイプが違いますのでね、はい、もう矢野昭弘監督といえばもう佐々木さんも両方ともね後編なんですね。そうですね、はい、だから1学年ですか、うん、そうですね、知ってますんで、やっぱり矢野監督の方が細かいとは思いますね、今は。あ、そうですか、はい、その矢野昭弘監督が率いるという今シーズンの阪神タイガースです。
今年本当にねこう難しいですね、あの解説者としては順位予想が、はい、ああそうですね、本当に難しいです今年は、はい、大型補強した巨人、うん、でタイガース丸が抜けた広島、本当タイガースもね、うん、ピッチャーいい補強できてますから、あと打つ方、まあ、打つ方でもこうやって足をね、はい、絡めてこれがね本当に浸透してくるとやっぱ怖い存在ではありますよね。いやそうですね、はい、面白いじゃないですかセリーグ今年ね、大混戦になりますかね、なると思いますね、はい、梅田の当たりは内野フライ、ショート大和掴んでスリーアウトになりました。ただ阪神タイガースはこの6回1点も返しています。これ何カラットなの？一石一カラットなんです。え、一石一カラット、この豪華な一カラットダイヤを人気の一粒石ペンダントにしました。大きいからペンダントにするとさらに迫力がありますね。輝きの美しいシャンパンカラーのダイヤをえりすぐりました。地金も豪華にトップ、チェーンともにプラチナを使用しています。プラチナ1カラットダイヤペンダントは税抜き89,800円です。10万円切ってますね。1カラットが8万円台ってこれすごいよね。さらになんとルビーペンダントもセットです。こちらも1カラットなんです。おこれは超豪華じゃないですかね。お申し込みはフリーダイヤル 0120-160-839 0120-160-839 まで。三浦大輔ピッチングコーチが三上のもとに歩み寄って今話をする姿があります。非常にオープン戦もここまでずっと見ていてもこう1イニング1イニングこう選手とコミュニケーションを取りながらという三浦大輔ピッチングコーチの姿がありますね。まあそうでしょうね、まあ多分フォアボールは言って間違いなく怒られるでしょうね、うん、なるほど、はい、1イニングを投げ終わった三上の姿です。新しく生まれ変わった横浜スタジアムです。ウィング席という3500席増えたというライトスタンドの上の新しく出来上がった今年の横浜スタジアムです。そして6回のマウンドにも森谷が上がりました。4回からマウンドに上がっている森谷がそのままこのマウンドに上がっています。7番にショートの北条です。そして糸原がショートからセカンドに回っています。さて6回の裏ベイスターズは先ほどタイムリーがありました山本です。山本雄大先ほどは右方向への素晴らしいバッティングを見せました。今日は峰井も合流しているというベイスターズです。その今日は伊藤とそれから峰井がベンチからのスタートになっていますが、20歳の山本を今日ラミレス監督が抜擢をして経験も積ませています。ただバッティングでは2打数の2安打と好調。第1打席はセンターへ、そして第2打席はライトへのタイムリーヒットでした。山本3打数3安打バッティングで見せているこの山本雄大です。いいですね、須藤さん。そうですね、うまく打ってますね、はい、非常にいい形で打っています。無理に、ね、引っ張らないというかね、はい、うん、本当に素直に打ってますね、
3打数の3安打という結果を残している山本です。さてノーアウトランナー1塁、6回の裏ベイスターズの攻撃です。そして大和も先ほどセンターへのタイムリーヒットを打ちました。その二遊間という争いの部分でもやはりこの大和の守備力、週末は倉本、そして中井は今日は先発をしましたし、アピールを続けるという選手たちです。アウトローのボール148キロです。先ほどのタイムリーヒットです。やや真ん中に入ってきたボールを大和センターに持っていきました。ここもノーアウトランナー一塁という場面です。元阪神タイガースのこの大和です。古巣との対戦になった今日のオープン戦です。ベイスターズは先ほどの山本のヒットで2桁安打10本のヒットになりました。ここ5試合は1桁安打でしたから、久しぶりの2桁安打ということになりました。その中には桑原のホームランあり、楠本のホームランあり、そしてこの山本の3安打ありという形ですから、大きくこう若手がアピールしているという形に佐々木さん今日はなってますね。まあ、今日は特にそうですよね。ラミレス監督の頭を悩ませる、そんな今日の一戦になっているかどうか。ワンボールツーストライク。からの森谷、4回からマウンドに上がっています。ガルシアが3イニング、そしてこの森谷も4回からマウンドに上がって、この6回まで投げ続けています。ノーアウトランナー1塁、牽制を送ってきました。本田鈴鹿から2015年ドラフト4位で入団という森谷幸喜です。投球5球目、ランナー一塁です。まあ、先ほど佐々木さんから非常にこうセリーグの順位が大混戦になるのではないかというお話もありましたが、ベイスターズにとってはどういうところがこう伸びてくれば優勝に近づいてくるみたいなところはあるんでしょうか。ピッチャー陣でしょうね。ピッチャー陣ですか。ピッチャー陣がどれほど戻ってこれるかというところでじゃないでしょうかね。打線はある程度ね、やってくれると思うんですよね。まあ、計算できると言いますかね。あとは、まあ、打線の方でもそうですけど、点の取り方ですよね。点の取り方。
本当にあるんでね、チームとしてはね。ずっとこう、はい、勝ち星は増えてないんですよね。あ、なるほど。順位はこう、上行ったり下行ったりしてましたけど、勝ち数というのはそんな変わってないんで、はい、どれだけその勝ち数をこうプラスできるかっていう部分だと思うんですよね。はい、そういうのがやっぱり先ほどの1点簡単にやったりとか、はい、そういう一つのプレーとかね、やっぱそれが一試合1点が、ね、大きくなる試合って絶対あると思うんでね。はい、そういう試合を、まあ、2つ目でも3つ目も取っていけば、そういうことですよね。そういうので落としているっていうのが多いんでね、はい、ベイスターズの場合はね、はい、就任4年目を迎えるラミレス監督。で、逆に言うとタイガースの方がそういう野球してくる可能性はありますよね、はい、なるほど、うん、今年その矢野監督になってより細かくなるというそういうところを大事にする。そうですね、はい、そのキャッチャー出身の矢野明弘監督が就任をした阪神タイガースです。大和は10球目、うまく合わせてセンターの前、山本はスタートを切っていましたから二塁を奪って三塁に向かっている、ボールが返ってくる、サードはマッチアウトになりました。二塁を回って三塁に向かいましたが、センターの近本からいいボールが返ってきました。このセンターへ前へのヒット、ルーキーの近本です。このボールを送りました。ノーアウトですからね、完全にいけると思わないと言っちゃいけない、うん、クロスプレーでアウトセーフっていう場面ではないところですよね、上位に回ってくるところですから、はい、そういうところですよね。そうですね、うん、まさにおっしゃる佐々木さんのお話通りというところにはなってしまいましたが、こういうことになりますね、佐々木さん。野球ってこういうもんなんですけどね。まあ、確かにそうですね、うん、なりやすい傾向にあるんですけどね、うん、ただその打順とかいろんな部分を考えたら、はい、無理していくところではなかったと。で、クラーがこうで、まあ、任せてね、はいはい、ここで森谷を交代させるという形になります。ガルシアが5回の予定を3イニングで、まあ、マウンド取りましたからね。かわされそうでしたよね。いや、そういうことですよね。こんな行くはずじゃなかったと思うんですけどね、はい、ただ佐々木さんの解説でその森谷は一つ一ついいボール持っているんだと、そうですね、いうお話がありました。何か一つこう覚えて、それがね、ウィニングショットを覚えればね、まあ、化けるピッチャーではあると思いますね。そして背番号69島本がコールされています。非常に阪神タイガースもこの後ろをまだ決めていないんだという話も金村ピッチングコーチも話していますが、まあ、嬉しい悲鳴だけれどもこう何人も候補はいるんだという話ですね。そうですね、はい、一昨日の日曜日は能見、桑原、そしてジョンソンという新外国人、さらにはドリスとつないでいきました、まあ、そこに藤川もいますしね、はい、非常にそのピッチャーの整備は整ってきたというこの阪神タイガースです。島本はここまでオープン戦は2試合の登板があります。育成から這い上がってそして支配下登録されました。
昨シーズンは1試合の登板という島本です。ここはワンアウトランナー2塁1塁という場面で、さあ先ほどスリーランホームランの楠本を迎えるところ、実戦その公式戦さながらに左ピッチャーを送ってきました阪神タイガースです。その楠本の先ほどのホームランです。オープン戦第1号もここ横浜スタジアムで打ちました楠本です。大きなアピールを続けています。もう楠本がこれだけ打っていると楠本、まあ、ライトに持って行って外をセカンドとかそういうことにどうでしょうかね、なる選択肢になるのか、使いたい選手にはなってますよね、なってますよね、それだけオープン戦で結果を残し続けています。今日もスリーランホームランがありました。さらにここはチャンスで回ってきました。風はレフトからライト方向、ここはツーストライク、いいボールでツーストライクと追い込んでいます。マウンド上の島本です。このインコースを突いてきました。ワンアウトランナー二塁一塁、に行ってそして外のスライダーという形、ワンボールツーストライクになりました。さて左に対してこの楠本、左対左、ただ第1打席はガルシアからセンター前ヒットも放っています楠本です。今日は2番にこの楠本を置いていますが、ラミレス監督はやはりこう2番バッターには2割5分、それから出塁率3割だと他のチームから見劣りしてしまうんだということも言ってましたね。ですから2番にいいバッターを置きたいということもラミレス監督は言っていました。ただ楠本がこれだけの結果を残すと2番という座を勝ち取る可能性も十分にあります。最後は外、空振り三振で2アウトになりました。外側の変化球で空振り三振、2アウトになりました。2アウトランナーは2塁1塁、3本のヒットがあって2アウトランナー2塁1塁というこの場面でバッター宮崎です。3点差で迎える6回の裏、46キロをマークしています。非常にいいですね。いいですね、でボールも浮きませんしね、攻めてますよね。左バッターに対してもインコースを攻めていきましたし、この島本、
ですが、いいピッチングを続けています。176センチというこの島本です。ツーアウトランナー二塁一塁、バッター宮崎、インコースを続いてきます。9年目のピッチャーなんですか。育成出身で、ねえすごいいいボールを取りますよね。2011年の育成ドラフト2位です。昨年も1試合の登板に終わったということですから、その低めのボールを宮崎は持っていってライトオーバー。さすが二塁ランナーホミン、そして一塁ランナーも帰ってくる。桑原帰ってきた、ホミン、宮崎2点タイムリーツーベースヒット、2点追加、8対3。低めのボールをライト方向に持っていきました。いや、ここは佐々木さん、さすがという形でしょうか。そうですね、低めのね、このボールですけどね、島本が非常にいいピッチングをする中で、宮崎が低めのボールをライト方向に持っていきました。ライトオーバーのタイムリーツーベースは2点タイムリーになりました。これでベイスターズは13安打、そして4番の筒香を迎えます。左に対してこのインコースを攻めることができるという島本です。それを強振したという都合です。まあ、これを打ち上げたキャッチャー梅野掴んで3アウトになりました。ただこの回宮崎の2点タイムリーツーベース、ベイスターズ2点も追加しています。この真珠本当に綺麗でしょ。大きいですよね。老舗百貨店高島屋の厳しい品質基準をクリアした本真珠ネックレスなんです。国内有数の産地から集めた貴重な8から 8.5 ミリの大玉の真珠です。特に照りと巻きの良いものをえりすぐりました。さらに8ミリ玉のピアスまたはイヤリングをセットでお届けします。さらに80センチの淡水パールロングネックレスをお付けします。もう一本こちらのマルチカラーの淡水パールロングネックレスもお付けします。4点セットでお値段は税抜き39,800円です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-160-839 0120-160-839 まで。宮崎のタイムリーツーベース、2点タイムリーツーベースヒットは低めのボールを見事にライト方向に持っていきました。さすがの宮崎というライトオーバーのツーベース。まあ、試合という部分でもこの2点も大きな意味を持ちましたし、今年の宮崎もやはり健在というところを見せてくれました。6回の裏2点も追加というベイスターズです。そしてベイスターズは国吉がマウンドに上がります。国吉はこれオープン戦もう5試合目の登板です。先日の土曜日も登板しまして見事なピッチングを見せました。オープン戦でしっかり結果を残してますね、国吉ですが。そうですね、伊藤とバッテリーを組む形になります。背番号を見せるような形でそこから
まあ、先日は157キロもマークしたというこの国吉です。国吉あたりがまたこの後ろに入ってくると厚みを増してくるというベイスターズのブルペン陣です。ガースはこの木浪から始まるという7回の表の攻撃です。先ほどのヒットで4割4分4厘までいきましたオープン戦です。方向、まあ、これでオープン戦のヒットというのが16本目になったわけですが、木浪聖也、まあ、球団 の、 そのオープン戦でのヒット数という部分で新人では17本が最高だそうですが、もう軽々と佐々木さん超えるんではないかというこの今出ればね、そうでしょうね、はい、木浪聖也です。背番号0、ホンダから加入をしたルーキーです。156キロのストレート、見逃しの三振。156キロをマークしました。最後は見逃しの三振でワンアウトです。どうですか国吉のこのキレという部分では。キレ、まあ、パーですよね。だから見てても156なんですけど156には見えない。あ、なるほど、うん、本当にパワーです。ドーンというボールですよね、はい、このボールは153キロです。途中出場のこの糸原、ここでカーブを挟んできました。マウンド上の国吉です。まあ、国吉の場合は本当にこう、はい、自信だけでしょうね。あ、持ってるものはね、本当にいいもの持ってるんでね、あとはこのマウンドでの自信って自分を信じれるかとかね、はい、そういうところでしょうね。ツーストライクと追い込んでいます。フォークボールが高め、ストライクでワンボールツーストライク。これもフォークか。ランナーはありません。2ボール2ストライクという追い込んでからの国吉。バッターボックスの糸原と対します。サード正面、2アウトになりました。糸原も昨シーズン全試合に出場したというその存在ですから、その糸原を追いやって木浪が先発出場を続けているという阪神タイガースです。そしてルーキーといえばこの近本です。オープン戦で木浪が4割以上、そして近本が3割以上というその成績を残しています。
野監督がその目指す野球をやるためにはこの2番が大事だと、それに近い存在なのがこの近本なんだということを昨日明言していました。それだけ大きなアピールを続けているバッターボックス2番の近本です。2ボール1ストライクになりました。足の速さとそしてこのバッティングで3割を超え、そしてオープン戦では盗塁も5つ決めているというこのバッターボックスの近本です。最後は158キロのストレートで三振を奪いました。国吉三者凡退に抑えています。さてここで球団からのお知らせです。横浜 DeNA ベイスターズは2019年シーズンよりライト側スタンドにウイング席およそ3500席を新設いたしました。このウイング席を対象に歴代のキャップデザインを復刻したピンバッジ付きチケットを発売いたします。ピンバッジは全20種類の中からランダムで1つ付いてきます。詳しくは球団公式ホームページをご覧ください。以上球団からのお知らせでした。新しいウイング席は公式戦でも2100円からあるということですから、佐々木さん非常にこのお買い得、ね、お買い得でリーズナブル、リーズナブル非常にいい形でね、バッジがつく、それであのバッジがつくという席も販売するということですから、非常にまた人気の出るその席になるかもしれません。一番上に行きますと横浜の港が見えるというその立ち見席もあるというウイング席です。夏は暑いかもしれないですね。日が当たりますね。夏は、あ、そうですね。ビールが甘い席。ビールは美味しいでしょうね、この席は。いや、相当暑いですよ。はい、西日がね、上はこうやって風が抜けるからいいかもしれないね、立ち見席は。立ち見席ですね。大体こう、レフトからライトに抜ける風があるんで、はい、まあそうですね、風はいい風吹くかもしれないですね。あ、そうですね。はい、これがまたレフトスタンド方向にウイング席ができますと、またこう全然変わると思うんですよ、また、ね、風向きが、はい、将来的には3万5000人収容のスタジアムになるという横浜スタジアムです。阪神タイガースは石崎がマウンドで上がります。横浜の場合は、ね、こう外野席が少な、ね、数少なかったんで ね、あのね、だからそれを高くする分には、ね、いいですよね、はい。センターには上田が入ったというこのタイガースの守りです。上田は今日から1軍に合流しているという選手です。さて7回の裏、ロペスから始まるというこの打順になります。弾いて拾い直した石崎は一塁送球、ロペスはピッチャーゴロでワンアウトです。おとといは能見、桑原、ジョンソン、ドリスが登板していきました。そして阪神タイガース、今日は森谷、そして島本、さらには石崎というメンバーでつないでいます。バッターボックス外を迎えています。
昨年は12試合の登板に終わったというこの石崎です。7回の裏、41というホームランも刻んだ、その外が今年は何本のホームランを打つか。シーズンも5月でしたからね、スタートが。そうですね、だから選手も少ないんですよね、そうなんですよね、そんなこと40本ですからね、マークされる中で今年はどんな成績を残すか。石崎も152、その力強いストレートが戻ってきているかというこのマウンド上の石崎です。3ボール2ストライクです。8対3、5点差があります。最後は外側フォアボールになりました。ワンアウトランナーは1塁です。外は今日この4打席立たせて、そしてダイソーの神里が起用されています。少しずつですから、こうやってこのラストの1週間はある程度このフル出場も考えながらという、佐々木さん、やはり実戦モードになってきますね。はい、4打席ですか、立ったのは、大体2打席とかね、はい、だんだん増えてきますよね。そういうことになりますね、うん、今日は4打席ですからね。はい、もちろん都合も近々守りについてという実戦の場面があってから開幕に向かいます。そして柴田を迎えます。柴田は先ほど守備でいいプレーがありました。今年はどんなシーズンが待っているのか、開幕まであと10日です。ランナースタート、盗塁はアウトになりました。神里積極的に走ってきましたが、盗塁失敗でツーアウトランナーがなくなりました。でも確か梅野って盗塁阻止率すごいいいんですよね。いいんですよね、はい、だからそういう部分ではね、今日失敗してますもんね。逆ですよ、だからね、タイガースの方が成功してて、はい、ベースアスの方が走ってるんだけど失敗してるっていうね。はい、神里も、まあ、その足を生かして盗塁狙っていきましたけれども、もう完全にアウトというタイミングでした。梅野は昨年盗塁阻止率は3割2部というその盗塁阻止率です。リーグ2位のその盗塁阻止率をマークしたという梅野です。7回の裏、ベイスターズの攻撃です。2ボール2ストライク、ここは面白いところを抜けていきました。柴田はヒットを放ちました。2アウトランナー1塁。この人も非常に貴重な存在です。バッティングで、まあ、オープン戦でも出場機会はそれほど多くないんですが、こういう場面にヒットを放ちました。それぞれがアピールを続けるこのオープン戦です。
でしょう、石崎のそのストレートという部分でも、まあね、いいボールはあるんですが、今みたいに引っ掛けるんですよ ね、 ですね、だから気にすぎっていうかね、はい、だから話すポイントがやっぱりちょっとまあ定まってないというかね、いい時と悪い時がありますね。今日は山本が先発マスク、そして伊藤が途中から出場し、嶺井はベンチ前で、中本前でキャッチボールをする姿がありました。鶴岡バッテリーコーチが今年は就任をしたというベイスターズです。今のボールですよね、ストライク取りに行かない、ピッチャーぐらいに引っ掛けるんですよね、先ほど外への初球もかなりこう、もう梅野が取れないようなボールも行ってしまいましたし、ツーアウトランナー一塁、ボール3です。球自体は150キロを超えるボールがあります。こちらが今日一軍に合流をしてきました嶺井です。結果フォアボールで2アウトランナーは2塁1塁です。今日はフォアボールという部分でも両チーム少し多くなっているゲームになっています。2アウトランナーは2塁1塁。そして今日3点目のタイムリーを放ちました大和です。まあ、だから石崎にしても、はい、結構一軍で、ね、経験させてしてるピッチャーですからね、やっぱりこうね、盗塁殺してもらってその後またフォアボールヒット打たれてフォアボール出してっていうね、やっぱりイメージは悪いですね、ベンチもね、本当にボールはねいいのいいんですけどね、はい、やっぱり本当にそこら辺ですよね。一軍への生き残りをかけるという選手たちの残り、阪神タイガースは今日を含めて6試合、ベイスターズは残り5試合です。本当に逆に言うとタイガースのこういうピッチャーたち、はい、力、ボールの力があるピッチャーが多いっていうのはね、今そういうピッチャーが多いですから、はい、本当一つのきっかけなんでしょうね。当たる時にすごいこうピッチャーたちができそうな、ね、あれは持ってますよね。バックネット裏から見ていてもその威力を感じるというマウンド上の石崎です。ベイスターズは2アウトランナー2塁1塁とチャンスを作っています。ここもやや引っ掛けて2ボール2ストライクになりました。大和は今日3打数の2安打、1本もタイムリーを放っています。ここも3ボール2ストライクになりました。矢野監督の評価はどうか。ここは打ち取れるか石崎、あるいはベイスターズが追加点になるか。真ん中ですが打ち上げました。最後は変化球できました。ライトフライで3アウトになりました。結果7回の裏ベイスターズは0点、7回終了8対3とベイスターズがリードしています。島さん見てください、このピアス綺麗でしょ。いや、ダイヤがキラキラ輝いてますね。今日
今日はプラチナダイヤピアスをご紹介します。ダイヤがエレガントな輝きを放つスタッドタイプです。綺麗なだけじゃなくダイヤが大きいですよね。こちら左右合わせて合計 0.72 カラットもあるんです。さらに地金にもこだわり、高級素材のプラチナ900を使用しています。プラチナ合計 0.72 カラットダイヤピアスは大変お買い得な税抜き 29,800 円です。またダイヤが揺れて輝く人気のフックタイプも同じく税抜き 29,800 円でご用意しています。お申し込みはフリーダイヤル 0120-160-839 0120-160-839 まで。桜の開花も間もなくというこの横浜ですが、今日は途中から日差しが差し込むようになってきました。大魔神佐々木一弘さんの解説でお伝えをしています。ベイスターズタイガースのオープン戦です。いよいよ開幕まであと10日です。あとは8回9回を残すのみになりました。今日はベイスターズ8対3とリードを奪って、この8回はエスコバーがマウンドに上がります。ここまで4試合に登板しているオープン戦のエスコバーです。左のパワーピッチャーとして、昨シーズンも53試合に登板しましたし、やはりブルペンに置いておきたい一人ですか。そうですね、大事な左手の一人ですよね。いろんなところに行ってくれる、こうそう、どんな、ね、あの時でもね、来ますからね、勝っていても負けていても本当にどこでも行ってくれるというこのエスコバーです。ですからこのエスコバーなのか、あるいは先発でバリオスを使うのかという、選択に佐々木さんどうやらなりそうですかね。そうですよ。でもエスコバーはちょっと外せないかなって感じがしますよね、今日のピッチング見てるとね、やっぱりこっちの方が行きたいですよね、エスコバーの方がね。ライトに先ほどダイソーで出ました神里が入っています。6番ライト神里です。ピッチャーエスコバー、キャッチャーは伊藤です。ファーストロペス、セカンドに柴田、サード宮崎、ショートに大和です。外野はレフト楠本、センター桑原、ライトに神里というその布陣です。3番の高山から始まるという阪神タイガース。今日は山崎康明の登板も予定されているというベイスターズです。ですからこの8回エスコバー、そして9回山崎康明ということになりそうです。高山の当たりはファーストゴロ。2016年にはそのオープン戦の球団の最多安打17本というのはこの高山が持っていた記録です。そして4番の大山を迎えます。打線が鍵という中で、このやっぱり大山の大化けというものが必要ですかね。そうでしょうね、やっぱり中心、福留とかは問題ないと思うんでね、この大山でしょうかね。福留は問題ないですもんね、センターに持っていきました。糸井と福留の間を打つこの大山。ただあとは外国人がどうなのかというところだけでしょうね。新外国人のマルテが、おととい右のふくらはぎを痛めて、3日前右のふくらはぎを痛めて、現在はこの遠征には帯同していないという新外国人のマルテです。大山はセンター前ヒット、ワンアウトランナー一塁です。伊藤隼太、エスコバーは153キロをマークしています。
伊藤、早田、そしてこの後は中谷というその途中から出場した選手が続いていきます。阪神タイガースです。オープン戦これが5試合目のエスコバー、まだ得点も許していないというそのエスコバーです。今年もこの150キロを超えるストレートがあります。ワンアウトランナーは一塁。阪神タイガースはここまで6安打という今日の打線。ここは打ち上げてセンターフライ、センター桑原落下点、取りました。2アウトランナーは一塁です。谷がバッターボックスに向かいます。阪神は今日連打というものが、一度ありますか。ここまでは6安打という阪神タイガースです。8回の表、エスコバーの状態は佐々木さんいかがですか。いや、いいボール来てますよね。そうですね、はい、もういつかなくても大丈夫ですよ。そうですね、はい、153キロをマークしているエスコバー、ストレートで押し込んでいます。155キロです。いい形で迎えそうなこのブルペン陣。ストレート155キロ、最後は空振り三振で3アウトになりました。阪神タイガース8回の表0点8対3です。こんな大きいの初めてつけたかも。大丸松坂屋の中でも高級品を多く扱う法人外商事業部のこだわりのダイヤです。これ何カラットあるんですか。なんとこちらは 1.5 カラットなんです。1.5カラット。しかもトップにはプラチナの中でも最高級の純プラチナを使用しています。純プラチナ、お値段一体いくらなんですか。税抜き19万9800円です。嘘、安い、信じられない。いや、これゼロが1個足りないんじゃないの。まだ終わりません。1カラットのルビーのペンダントをセットにします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-160-839 0120-160-839 まで。いよいよ開幕まであと10日です。ドラゴンズとの一戦で3月29日幕を開けるという2019年のベイスターズです。今年はどんなシーズンが待っているのか。ラミレス監督が率いるという今年の2019年のベイスターズです。タイガースのピッチャーは飯田がマウンドに上がっています。こちらはある程度おとといは能見、そして桑原、ジョンソン、さらにはドリスといったメンバーが上がっていきましたから、順番にという形に佐々木さんなってますかね。まあ、そうですね、開幕と逆算していって、はい、まあ、本人たちだと合わせてですよね、聞いて、はい、どのぐらい必要かというところでしょうね。登板機会を与えながらというその阪神タイガースの調整になっています。
優也、ソフトバンクから移籍をして、昨シーズンも途中から阪神タイガースで活躍をしましたが、さてバッターボックスに桑原が入ります。8回の裏ベイスターズの攻撃です。オープン戦第1号を打ちました。このまま開幕までつなげるかという桑原です。ラミレス監督は今日試合の前の状態、試合の前のコメントですが、まだその桑原の状態がわからないという話もしていましたから、まあ、とにかくそのここ5試合を結果を残し続けるしかないということに佐々木さんなりますかね、一番固定という部分では、うん、ね、まあでも桑原はね、はい、守備はもう安定してますしね。いや、そうですね、うん、今日のホームランがやはり大きなアピールになったはずです。だから考え方でバッティングを取るのか守備を取るのかっていう考え方になると思うんですよね、はい、多分ラミレス監督はバッティングを取る方だと思うんでね、はい、その中で今日2本のヒット、1本もホームランですから、一つ大きなアピールになりました。第5打席はセカンドゴロに倒れています。でも、まあ、桑原の場合こう、はい、いい時っていうのは積極性があるんですよね。なるほど、うん、今日も第1打席でも初球から打ってるっていうのは、うん、やっぱり状態いいんですよ、だからそういう部分ではそういうことで見ていった方が結果がどんどんこうのよりね、はい、積極的に行ってる時はいい時、いい時はね積極的なんですよ、はい、で結構自分でこう調子悪くて悩んでる時っていうのは大体ねこう見逃しが多くなるんですよね、はい、2番の楠本はファーストゴロで簡単に2アウトになりました。楠本も今日スリーランホームランで大きなアピールをしています。ラミレス監督の頭を悩ませるそんな形になるかどうかという今日の 1,2 番のホームランです。そして宮崎は先ほどさすがというところを見せました。2点タイムリーツーベースライトオーバーでした。宮崎187センチ、長身の飯田が相手です。今日14安打を打ったというベイスターズです。8回の裏、ここは変化球が抜けました。マウンド上の飯田です。ホームラン2本と、そして宮崎の2点タイムリーツーベースが効いて、この8対3と5点差で迎えるオープン戦のこの終盤です。3ボール1ストライク、ショート取って一塁送球、スリーアウトになりました。ベイスターズ8回の裏は三者凡退に終わっています。そして9回、山崎康明をラミレス監督が告げます。いよいよ仕上げに入ってくるという開幕まであと10日、山崎康明がこの後登場してきます。オープン戦は2試合の登板、まあ、侍ジャパンにも参戦もしました山崎康明です。
今年横浜スタジアムのこのマウンドに初めて上がるという山崎康明です。初めて今年この安明ジャンプで迎えられたという山崎康明です。キャンプ、それから佐々木さんは侍ジャパンでもご覧になりましたが、この山崎康明のその仕上がり具合というのはいかがでしょうか。ちょっとねキャンプの時ハイペースでだいぶ来てましたんでね、はい、昨日までのゲームの時はそんなに良くなかったんですけど、侍の時はきっちり合わせてましたね、そこから少し空いて今日の登板という形になりました。まあ、オープン戦ですから、こう誰がマウンドに上がるのかわからない中、こうファンも楽しみにしていたという、ね、表情に見えました。非常にそのファンも楽しみにしていた山崎康明の登板です。今年はそのカットボールも試しているというね、佐々木さん、まあ、試しているだけでしょうね。あまり本人も今いろいろ話したんですけど、チーニングなんで、死のないボールっていうのは打たれたくないんですよね。あ、なるほど、はい、だから点差あるときにそうやって遊びで投げるみたいな感じになるんじゃないでしょうかね。なるほど、だからもう少しこう遊びを覚えた方がいいよって、はい、毎回毎回同じような気持ちで言ったら、1年間しんどいよって話はしたんですよね。なるほど、なるほど。だからカーブとか、3点差とかやった時ね、そうやって遊びながら投げたらいいんじゃないのっていう話はしたんですよね。あ、そうですか、はい、確かに1年間ずっと張り詰めた空気でマウンドに上がるのはなかなか同じように投げてるとね、きつくなるんでね、はい、ちょっとその投球の遊びっていうのも覚えた方がいいよっていう、北条と対します。147キロストレートから入ってきました。昨年も37のセーブをマークしました山崎です。今のカットですかね。今のがそうですかね。なんかそんな感じしません。あ、キャンプから引き続きカットボールを試しているという山崎康明です。高いマウンド取って、まずは北条を打ち取りました。ワンアウトランナーはありません。今でもそうですかね。ですかね。スライドカットっぽいような気がしますね。新しい山崎康明が今年また見られるかもしれません。2019年です。まず最初の北条も3球でピッチャーゴロ。ストレートを弾き返していきました。センター前ヒット、ワンアウトランナーは一塁です。梅野は初球打ち、センター前ヒット、ワンアウトランナーは一塁。梅野は今日結果を残しました。そして今日は9番で起用されたルーキーの木浪です。してますね、一生懸命カットボール。そうですか。いやもうねそんなによくないしね、抜けてますからね、まだね。ボール2になりました。オープン戦は2月24日宜野湾で、それから3月3日には登板しまして、その日は
1回を9球無失点に抑えました。そして侍ジャパンに合流したという山崎です。高いバウンドファーストゴロ、ロメスが1塁アウトにします。2アウトランナー2塁です。そして1番の糸原がバッターボックスに向かっていきます。回は大詰め9回の表です。9回の表のタイガースの攻撃、バッターボックスに糸原。小さな変化、137キロというボールです。三遊間を破って二塁ランナーは三塁ストップです。三遊間破ってさあレフト前ヒット、2アウトランナーは三塁一塁に変わりました。山崎康明が2本のヒットを許しています。今のツーシームですか。ツーシームじゃないと思うんですけどね、カットなのかまっすぐなのか。144ですから、今そうですね144でした。はい、はい、まあ、あと山崎も1試合、今日入れて2試合ですかね、はい、ぐらいだと思うんで、ちょっとね、まだそうカットとか試してるではないんですよね、はい、もう仕上げの時なんでね、はい、開幕まであと10日です。ツーアウトランナーは三塁一塁。ストレートは149キロです。今日ぐらいだったらまっすぐ1本で抑えるぐらいじゃないとね、はい、あなるほど。で最後にこう調子を交えながら本番を想定したっていう仕上げの方がいいと思うんですけど、カットとか、ね、ちょっとまたもうちょい早い段階だと思うんですけどね、投げるのはね。許しました。楠本そして桑原のホームランがあったという今日の一戦です。ちょっとストレートが少なすぎますよね、はい、あそうですね、確かにストレートいいと思うんですけどね、山崎のね、変化球に頼るというか、まあ、キャッチャー、まあ、首引きたいんでキャッチャーだと思うんですけど、はい、このまっすぐはもう少し、使ってもいいような気がしますけどね。開幕まであと10日、山崎康明が仕留めにかかります。ストレートは148キロ、あとファール取れますからね、で早めに追い込んで、でどっちとしたら、ね、ツーシームでもどっちでもいけるんでね、はい、特にこのバッター見たときに、ね、上田さんがそんな力勝負でもね、力勝負で勝たなきゃいけないっていうかね、タイプのバッターだと思うんで、はい、いつもこう山崎の話なんですけど、球数が多い、1イニング投げる中で、はいはい、そういう話はよくするんですけどね。最後もストレート、あー山崎取れない、1点が入りました。三塁ランナーホームイン、完全にストレートでインサイド詰まらせましたが、山崎康明掴むことができませんでした。山崎康明のエラーと記録されています。
1点が入りました。これで8対4です。ボールとしてはストレートでもう完全に詰まらせましてね、はい、ちょっと焦りましたかね。3番の高山が入ります。9回の裏ベイスターズの攻撃、タイガーズの攻撃。さあここは高山2ストライクと、やはりストレートで追い込んに来ました。148キロで今2球まっすぐ行ったじゃないですか。いやそうですね、これはあのこのまっすぐでも148ですけど、はい、いいまっすぐじゃないんですよ。あなるほど、シュート回転してるんですよ、うん、注意しなきゃいけない山崎のまっすぐなんですよ、うん、今のはね、うん、本人が一番分かってると思うんですよね。ショートの前、山田二塁へ、アウト、試合終了。8対4ベイスターズ、このオープン戦タイガースを破りました。昨年も相性が悪かったこのタイガースに対してオープン戦で勝利を収めたベイスターズです。楠本のスリーラン、桑原のソロホームラン、さらに先発マスクはこの若い山本でした。若手が躍動して掴んだ8対4の勝利です。終わってみれば14安打、ベイスターズが勝利を収めています。解説佐々木和弘さんでお伝えをしています。佐々木さんはどんな印象に映った今日の一戦になりましたか。まあ、そうですね、まあ、若い選手が頑張ったかなという、はい、そうですね、楠本というね、まあ、そういう部分では、まあ、今日はそういう選手たちがこうアピールできたゲームだったなと思いますね、はい、そのままこの 1,2 番でいけるかどうかというね、使いたくなるでしょうね。いやなりますね、うん、そういう感じの今日は試合だったと思いますよ、はい、まあ、先発バリオスは、まあ、5回2失点ですがやや不安を残したという形にはなりました。まあ、内容は良くないですね、はい、その後三上国吉、エスコバー、そして山崎康明とつないでいった今日のベイスターズです。ベイスターズはこれでオープン戦は4勝目という形になりました。最後は山崎康明が1点も失った形にはなりましたが、まあ、昨年は相性が悪かったというこのタイガース戦ですからね、今年どういう対戦になるか、まあそうですね、そういう部分では楽しみですし、まあ、タイガースもちょっとチームカラーというか、はい、ちょっと変わってきたなという感じはしますよね、去年とはね、はい、今日足という部分がかなり見られましたから、そうですよね、さあ積極性が出ているんでね、非常に楽しみなチームだと思います、はい、オープン戦のその声援に応えるというこのベイスターズの選手たちです。開幕まであと10日です。いよいよ迫ってくる3月29日のその開幕に向かってそれぞれがアピールを続けていますベイスターズ。主力も、まあ、フル出場する選手も増えてきましたし、若手もアピールをしているという、いよいよ迫ってきたなというその印象があります。あとはリリーフが残り1試合程度に登板するということにどうやらなりそうです。山崎康明選手 もどうでしょう、問題はありませんね。まあ、ちょっとした調整でしょうね、はい、あと1試合あると思うんで、はい、やっぱりあの1年間長いんで、だからそういう部分のあとはペース配分というかね、はいはい、まあ、ちゃんと経験もありますからちゃんとやると思います。そうですね、はい、
その山崎康明が今日9回を締めたという形になりました。それでは勝ちましたベイスターズのラミレス監督のインタビューです。それではラミレス監督です。まずは先発しましたバリオスの印象、今日の結果踏まえてどう感じたのか教えてください。Not bad. I think that second inning he threw a lot more pitches than what I was expecting, and you know, we were able to just get one run out of that bases loaded, and they got one run. But that you know, I think that combination pitches still need a little bit more. Velocity wise was very consistent, so not bad at all.まあ、悪くなかったかなと思います。まあ、2回ですね。まあ、ちょっと球数ね。まあ、かなり多く投げてしまいましたけども、まあ、満塁まで行ってね。まあ、向こう、1点しか取られなかった、1点しか取れませんでしたけども、まあ、ちょっと多めだったんですが、まあ、その球種の使い方とか、まあ、もうちょっと、精度を上げた方がいいなと思いますが、まあ、スピードも安定してたので、まあ、そこまで悪くなかったと思います。それからバッターの方では1番2番ここ変えませんで、桑原選手、楠本選手、それから今日キャッチャーで起用した山本選手、バットで結果残しましたがいかがでしたか。I think they did a good job today. I mean, for the last couple of days they've been, you know, swinging pretty good, and you know, we have been struggling. I mean, leadoff man, the second hitter, and you know, for the last 2 days they've been doing pretty good. So I think this is going to be very good for the team. So hopefully they continue like this. And also Yamamoto, you know, getting the opportunity to play and getting 3 hits and you know, catch a good game. So very happy for him.すごく良かったと思います。まあちょっとここをね、この春先は、まあ、ずっとこう1番2番というところで苦労してきましたけども、まあ、この2日間1、2番がかなり当たっててですね、まあ、今日も結果が出て、まあ、これを、ね、どんどん続けてもらえればなと思います。まあ、山本も今日チャンスをもらって、そして 3本ヒットを打つということで非常に、キャッチャーの方も非常に良かったですし、良かったと思います。最後にもう開幕までかなり迫ってきましたが、どういうことを修正して開幕まで迎えたいと思いますか。Well, you know, we still got a couple more games, and just, you know, want the guys to go out there and do their best. I don't think we need to fix too much. Hopefully, you know, Ichiban and Iban batters stay like that, you know, hitting pretty good, and we'll see what happens. So still maybe 5 games before opening season. So see what happens.まあ、これから、ね、このベストを尽くしてやっていくだけだと思うんですけども、まあ、特にそんなに大きく修正するところっていうのは、まあ、ないとは思うんですが、まあ、この1、2番が、ね、こうしっかりこう好調を続けてもらって、それで残りの試合を、こうちょっと見ていくような形になるかなと思いますけども。ありがとうございました。ラミレス監督でした。ラミレス監督のインタビューでした。やはりこの1、2番好調が続けばという話でしたから、どうやらもう構想の中にはこの桑原、楠本で行きたいという形が、佐々木さん、まあ、この状態が、ねね、残りのオープン戦で、ね、良ければやっぱそのままで行くんじゃないでしょうかね、はい、非常にこのオープン戦から1、2番で苦しんできましたベイスターズですが、光が見えてきました。それでは今日のハイライトをご覧いただきます。今日先発はガルシア、阪神タイガース。そのガルシアからまずチャンスを作ったベイスターズです。4番の筒香がフォアボールで歩いてワンアウトランナー満塁というチャンスをまず1回に作りました。ただロペスは空振り三振。さらに外は初球を打ち上げてセンターフライでした。1回はベイスターズ満塁のチャンスを生かすことはできませんでした。ベイスターズ先発はバリオス、これがオープン戦のおそらくラスト登板。その中、まあ、3つのフォアボールがあって満塁のピンチ、偵察崩れの間に1点が入りました。まあ、ラメレス監督も悪くはなかったという表現を使っていましたが、2回には 3つのフォアボールがありました。ベイスターズはこの1番元気印が桑原が持っていったこの恒例のホームランです。右方向へのホームラン、まあ、おととい2安打で今日も2安打ですからね、桑原は、
さらに4回にはビッグイニングを作りました。まずその山本の右方向ライトへのタイムリーヒットで2対1。さらには大和がセンターに持っていきました。これで3対1とリードを広げます。とどめはこの人、今日2番に起用された楠本です。いい形で捉えてライトスタンド上段に持っていきました。マリオスは5回の表、鳥谷のこのセカンドゴロの間に1点も失います。6回にはこのナバーロの当たりを柴田が見事なプレーでアウトにします。まあ、ですからタイガースは今日奪った得点というのはタイムリーはなかったんですね。そうですね、このショートゴロの間に1点も返します。これで6対3です。6回の裏には3番の宮崎がライトへの2点タイムリーツーベース。これ低めのボールうまく打ちましたね。これはまあ宮崎らしいというかね、もうずっとないですよね。宮崎のうまさで掴んだこの2点タイムリーツーベースになりました。まあ、9回には山崎康明がマウンドに上がります。まあ、自らのエラーもあって1点も返されましたが、ただ最後は高山をショートゴロに打ち取って試合終了、8対4というゲームでした。まあ、ほとんどラミレス監督もこの後修正するポイントはないということを言ってましたから、もう佐々木さん、その開幕のメンバーにはメンバーは頭にあって、あとはもう仕上げてまとめに入るという部分ですね。あと、まあ、ここでちょっとしたところだけでしょうね。微調整があるぐらいじゃないでしょうかね。選手にとってはどうですか、はい、気持ちの高ぶりというのはまだまだ早いですか。まだですね、はい、あと1試合、まあ、ピッチャーだったらあと1試合多分ホールドもんで、はい、そこら辺でしょうね。いよいよ始まるそのペナントレースですが、佐々木さん、試合の途中にもお話がありましたが、大混戦になるんではないかというセリーグ、楽しみですね。そうですね、ちょっと難しいです今年はね、どこ抜けるか分からないですね。はい、どういう展開になるか。オープン戦の予定は明日、そして明後日と、この横浜スタジアムで広島日本ハムとの一戦が控えています。最後週末は西武との連戦も終えて、いよいよ横浜スタジアムで3月29日に開幕をするというこのプロ野球です。まあ、おそらく開幕投手は今永でいきますかね。まあ、そうでしょうね、はい、状態からいけば、はい、その開幕を3月29日に迎えるという横浜 DeNA ベイスターズです。TBS チャンネル2および動画配信サービスパラビでは、横浜 DeNA ベイスターズ主催オープン戦と公式戦全試合、試合開始から終了まで完全生中継でお伝えする予定です。次回の放送は明日午後0時55分から、広島東洋カープとの一戦もお送りしていきます。解説大魔神佐々木和弘さんでお伝えをしてきました。佐々木さんは明日は大きな舞台を待ってますね。しきしき MLB の頑張ってきます。そうですね、はい、明日楽しみにしております。今シーズンもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。8対4とベイスターズが勝利を収めました。明日広島東洋カープの一戦も午後0時55分からお伝えをしていきます。ベイスターズが8対4の勝利でした。
Thank you.